こちらは最も不思議な黄色い金庫です。すごい、本当に不思議ですね。何してるのポリー、早くおいで。何が起こってるの。ダメよ、触れないで。あ、吸い込まれるわ。だから言ったでしょ、バービー早く行くわよ。もう手遅れよ、私たちも吸い込まれるわ。あれ、ここはどこ。見て、一人一人の金庫があるよ。そんなに急がないで、私から開けるわ。え、生の鳥の足。気持ち悪いわ、こんなの食べない。いいえ、食べてもらうわよ。ほら頑張って。分かったわよ、私が食べるまで落ち着かないんでしょ。この足冷たくて硬いわ、気持ち悪い。早く食べちゃった方が良さそうね。バービーの立場にはなりたくないな。バービー気分が悪いの。ちょっと休みな、私が金庫を開けるから。すごい、レインボーケーキ、ラッキー。見てよ、すごく柔らかいわ、きっとすごく美味しいのね。生クリーム最高、私も食べたい。ごめんね、今回は無理よ。このケーキは私のよ。ねえ、お願い、分けてくれてもいいじゃない。分けてくれないとバットで投げるわよ。分かった分かった、最初からそうすればよかったじゃない。え、ケーキを落としちゃった。バーディー見てなさい。まずは金庫を見たら、あれ、変な液体なんだけど、どうすればいいのかな。わからないわよ。わかった、飲んでみるわ。あ、おいしい、もっと飲みたいわ。そうだみたい。あれ、なにこれ、変な感じよ。ねえ、感電したの。二人ともそうじゃない。でもすごいパワーを感じるわ。とにかく動きたい、世界中を旅行したいわ。早くパワーを使い切りたいけど、本当にたくさんあるから難しそう。一生疲れないわ。すごく平和な日ね。あれ、ここはどこ。あ、カクテル、いいね、ちょうどリフレッシュしたい。おいしい、走った後の最高なご褒美だね。分けてくれてありがとう。じゃあバイバイ。私のカクテルはどこ。まだ一口も飲んでないのに。みんな寂しかった。もう戻ってきたよ。二人が固まってる間にいたずらしちゃおう。ジェーンにヒゲをかいて。あ、ケーキのことすっかり忘れてた。誰も私を止められないわ。おいしそう、いただきます。柔らかくておいしくて最高。次はどうしようかな。まだ全然疲れてない。鳥の足ね、バービーに意地悪しちゃおう。ご飯の時間よ、食べて、おいしいから気に入るはずよ。え、なに、なんでこんなことしたの。なんでヒゲをかいたの。ポリー見てなさい、もらって。ごめん、もうしないから。ほらみんな、元気出して、これから楽しいことがたくさん待ってるはずよ。え、レモンがたくさんある。本当に楽しくなってきたわね。頑張って、応援ありがとう。あー、酸っぱい、見てこの果汁の多さ、もう我慢できない。すごいじゃないポリー、その顔どうしたの。歪んじゃったのよ、最後まで食べたらもっとひどくなるわ。ほらまた、何してるの。元に戻そうとしてるだけよ。バービー早く。はい、大きなポップイットよ、見てこの可愛らしさ、すごい。早く遊びたいわ、すごく楽しいしリラックスできるわよ。おかしい子ね。ねえバービー、まあいいや、放っておこう。
金庫の中身を見て。そうね、ハテナマークがあるから不思議なものが入ってるのかな。え、本？どうすればいいのかな。開けてみましょう。え、ブラックホールよ。怖いんだけど。なんだかわからないけど怖い。嘘、本から手が出てきた。大きくて赤い手よ。ホリー、どうしよう。わからないけど私は関係ないわ。バイバイ。見捨てたわね。なんてことしたの。最悪。ポップイット楽しい。遊びながらリラックスできるわ。やめられない。手が勝手に動いちゃう。なにこれ、誰の指なの。すごく奇妙な手ね。私のポップイットよ、邪魔しないで。ねえ、破れちゃうでしょ。あ、絶対に許さないわよ。仕返しするわ。レモン汁欲しい？楽しみなさい。なに、気に入らなかったの。ならどっか行ってちょうだい。バーディー、どうやって追い払ったの。あ、怪獣がいない。よくやったわね。そんなの簡単だったわよ。誰から始める。やった、私だ。え、バカめ、やだ。はじめに開けなければよかった。こんなの食べたくないわ。バカめって見た目が気持ち悪いよね。口にも入れたくないわ。運が悪いわね、ジェーン。私の方はいいものだといいんだけど。あ、ココナッツだ。中にはミルクもあるし、すごい。あ、歯が。大変だ。噛めないわよ。バービー、何してるの。それじゃうまくいかないわよ。ん？何このリモコン。おかしいね。ホコリだらけよ。くしゃみが出るわ。あ、痛い。あ、わかった。巻き戻し？さっき起こったことに巻き戻せるのよ。すごい、いいわねこれ。今すぐ返して。バービー、不機嫌なの？一時停止しないと。何してるの？私はおもちゃじゃないのよ。もう我慢の限界よ。仕返しするわ。リモコンはもうあるもん。やめてバービー、ボタンを押さないで。手遅れよ、全部自分のせいなのよ。自分がしたことについてよく考えなさい。私は何もしてないわよ、バービー。ごめんね、ジェーン。でも気に入っちゃったの。人を操るっていいね。これでまたワカメを食べてもらうわ。すごく残酷よ。もう食べられないのに。いいえ、楽しいじゃない。楽しいの？ふざけてるの？リモコンを貸して。私の立場になって楽しめるか見てみましょう。二人ともやめて、リモコンが壊れちゃうわ。そんな、壊れちゃうじゃない。あ、壊れちゃった。でも私はついにココナッツが食べられるわ。何したの？私のリモコンを壊したわね。あー、使えなくなっちゃった。そんなのどうでもいいの。ココナッツ、前から食べたかったのよ。あー、すごく美味しい。もっと食べたいわ。私たちも食べたいんだけど。今度こそ私ね。何か美味しいものだといいな。あ、コーラ、ファンタ、スプライトが一気に飲める。最高。リフレッシュできるわ。あー、すごい。炭酸じゃなくてゼリーなのよ。ね、バービー分けて。いいえ、私のよ。バービーのことなんか忘れて金庫を開けましょう。すごく臭いわ。玉ねぎ食べたくないわ。泣いちゃうじゃない。まずい。ジェーンまで臭いわね。息ができないわ。気を取り直して金庫を開けるわ。魔法のランプだ。おとぎ話で見たことがあるわ。すごい、ラッキーなのね。ジーニー出てくるかな。ねえ、どこなの。なんで出てこないの。あ、何か起きた。ランプが光ってる。何かが出てくるわ。
気に入らないわ。このジーニー怖い。冗談だよ、ポニー。怖がらないで。ちょっと考えさせて。いいこと思いついたわ。ゼリーが欲しいの。そんなの簡単だよ。はい。じゃあね。すごい。本当に叶ったのね。邪魔しないで。満喫してるの。あー、すごく美味しい。最高。ねえ、邪魔して悪いんだけどさ、分けてくれない？仕方ないわね、あげる。何したの？私の服を汚したわね。よくもやってくれたわね。でもゼリーが欲しかったのは自分でしょ。許すと思ってるの？そんなことないわよ。今度こそ私の番ね。ジーニー、おいで。こんにちは。何すればいい？何でもするよ。Could you please? ポリーが私のワンピースを台無しにしたの。大丈夫、もっと綺麗な服に変えてあげる。すごい、お姫様よ。え、どうやって？私のランプを盗んだの？許さないわよ。またジーニーを呼ばないと。何してるの？今すぐ返して。私が呼ぶわ。いいえ、私よ。私よ。もう一つあるの、願い事。もう我慢の限界よ。私がどうにかしないと永遠に続いちゃうわ。くさい。気持ち悪い。うまくいったわ。これでランプは私のもの。ジーニー、出ておいで。はい、今度はなーに？気絶するわ。何が起こったの？ジュン、私のランプを盗んだの？ねえ、私のことを助けて。あ、カエルにすればいいの？わかった。すごい、ありがとう。どういたしまして、じゃあね。最悪、レモン1個でよかったのに。本当だよ、僕なんかたくさんある。レモンが1個なのは私よ。レモン1個って結構簡単だと思うわ。どうやって食べるか決めたらすぐに始めるね。え、嘘、何これ、助けて。レモンが出せないみたいよ。僕どうすればいいの？あ、そうだ、いいこと思いついた。本当にありがとう。一生レモンと一緒かと思ったわ。レモン食べたくないな。バービーから始めて。わかった、私の方が少ないけど。どうやって食べればいいの？皮は絶対に食べないわ。でもどうすればいいか知ってるの。このナイフで全て解決するわ。殺さないで、お願い。本当に怖がりね。殺すつもりなんかないわ。レモンを切りたいだけなの。てっきり仕返しだと思ったよ。仕返しなんかしないわよ、私は優しいもん。ヤミー。わあ、すごく酸っぱいわ。なんで泣いてるの？あとちょっと頑張って。ほら、ナプキン。僕はどうしよう。ビンゴー。飲むのが一番だと思う。レモン汁はレモンよりも美味しいと思うよ。レモンを食べるよりジュースを飲む方が早く終わるはず。よし、行くぞ。なみ？うわ、やっぱり酸っぱい。でもそんなにまずくないよ。ほら、みんなも一緒に飲もう。僕は優しいからね。ビンゴー。ありがとう、優しいのね。嘘。今まで飲んだ中で一番酸っぱいじゃない。信じちゃったの？いたずらだったのね。
何したの？酸っぱいジュースでずぶ濡れになっちゃったよ。生きたレモンみたいね。 Hey you! What? 見て、キットカットがたくさんあるよ。ベンディみたいに多くはないけど、私も。私は一個だけ。でもチョコの食べ過ぎで太ることはないわ。ねえ、悪いけどさ、パッケージを捨ててくれない？ありがとう。早く食べちゃいたいの。ヒーハー！何してるの？私たちまでチョコだらけよ。いいことじゃない。人生がチョコレートだらけだったらいいのに。冗談は置いといて、今度は私が美味しいチョコレートを食べる番よ。私は素敵な女性だから丁寧に食べるわ。手を汚さないためにはフォークとナイフを使うの。すごく美味しそう。切るのが大変よ。もう丁寧さとか関係ない。美味しく楽しく食べればいいの。マミ最高。キットカット大好き。もうちょっと丁寧に食べれなかったの？お腹が空いてる犬みたいだよ。それが何？すごく美味しいのよ。サプライズ。恐ろしいよ。僕も食べられるの？あ、見て、食べ終わったみたいよ。やっぱり私は丁寧ね。全く汚れなかったわ。これで僕も食べる番が来た。手品でチョコを出すよ。食べちゃおうっと。ククみんなの言う通りだよ。キットカットって美味しい。ねえ、少しだけちょうだい。私も欲しい。あげるわけないよ。僕が食べる。あ、そう。覚えてなさい、この欲張り。仕返し用のタバスコソースがあるの。まさかヌテラにタバスコが入ってるとは思わないでしょうから、思いっきり食べちゃいそうね。もちろん欲しいよ。え、ヌテラってこんなに辛かったっけ？全部溶けちゃったみたいね。カモン！意地悪。やった、プリングルズは大好きだよ。私も、これは私の大好きなチップスなの。私もチップスが食べたいけど1枚しかないわ。これだけで我慢しないと。でも欲しい、もっと。エンディ、なんで私と分けてくれないの？ん？僕だってお腹が空いてるんだから自分で食べるの。変だな。ポテチはどこ？なんで空っぽなの？目の前を見なさい。ああ、よかった。僕のポテチだ。やっと食べられるぞ。すごくたくさんあるわね。そうだよ。おいしそうな匂い。ああ。あ、ポテチが。いや、大丈夫だったみたい。ハクション。ああ、お腹が空いてるのに食べるものがないよ。私もお腹が空いてるの。だから自分の分を食べるわ。早く食べるには机に出さないと。ヒーハー。食べるわね。あ、詰まった。息ができないわ。今助けてあげる。でもただのコーラじゃないよ。少し振ってから飲むコーラだよ。はい、バービー。ははシャワーも浴びたんだね。本当に助かったわ。ありがとう。
すごい、ポップイットだ。私のポップイットだけおかしいわ。なんで遊べないの？ほんとね、おかしいね。遊べないならせめて食べられればいいんだけど。やった、これはグミよ。ポップイットよりも最高。だってこんなに美味しいんだもん。ちょうど美味しいものが食べたかったの。やばい。バービーが遊ぶ番だよ。私は遊ぶんじゃなくて食べるの。お菓子なのよ。チョコレート。ヤミー。だからすごく美味しいのよ。エイメン。本当に美味しそう。そうね。もちろんよ。みんな食べたくなっちゃうポップイットよね。バービーがポップイットみたいになったね。口が虹色だよ。見てよ。それがなに？その代わりおしゃれで可愛いでしょ。そうだね。今度は僕の番だよ。早く食べたいな。あれ、なんで硬いの？ああ、おもちゃだったのね。遊べるわ。え、本物？僕だって食べたかったのに。でも遊ぶのも楽しいね。ハノムをチャンネル登録して次のチャレンジを見逃さないようにしてね。これからもっともっと楽しくなるよ。待っててね。